Hello everyone, this is Arisa from Malaypan TV. 今日はですね、バレンタインデーなんですよ。バレンタインデーって女性からチョコレートのギフトをあげるっていうのが70年代ぐらいから続いてるらしいんです。海外っていうか日本以外だと、こう男性から女性にバラをあげるとか、おもてなしをするっていう日だと思うんですけど、彼にとってのバレンタインは男性が行うイベント。その認識で28年間生きてきた彼が日本人のチョコ文化に触れたらどうなるのか検証します。なので今日はジョシュアに、簡単ではあるんですけど、チョコレートのお菓子を作ってジョシュアに渡したいと思います。ではではスタート。レシピはこちらのツイッターで今人気になっているレシピを参考にしようと思います。準備するものはこちらだそうです。私これ適当に買っちゃったんですよね。 100g 分ぐらいあると思って。めっちゃ低いんですけどというわけで、レンジに入れてもいい耐熱容器に、これ適当な感じでベロッと、明らかにハーシーズ買うより安かったんですよね。すごい、これ砕きやすい。チョコカットの次はね、バター 250g なんで、まあ1/5。600W で1分10秒って書いてある。この型にダーッと入れます。バッキバキに割ってのせます。無造作にこんな感じで、こんな感じ。もう一回レンジでチンします。すごい膨らむんだ。ちょっと熱くて湯気が、もうちょっとかな。レンジだけでできた今日の夜渡すので美味しくなれ。じゃあねー。どうなったか様子を見てみます。いい感じじゃない。はい、切ります。美味しそうじゃない。うん、しっとり、ちょっとしっとりしすぎたかも。うん、でも美味しいね。 I love。 というわけでラッピングをしようと思いますよ。何かにいるんではないかと思っていっぱい持ってきてた。選びます。何がいいかね。これにしようか。黒かっこいいし。OKできました。たらー、バレンタインチョコレート完成です。イエーイ。可愛くないですか。素敵すぎ。イエス。これをジョシュアが帰ってきたら渡そうと思います。ドキドキ。というわけで、これを、ジョシュアさん、ねえ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 、見て見て。
見て見て、これあ、なんかなになにこれなにっすかそれはハートに見える、なにこれ、なんですか、ちょっと説明していただいていいですか。ナゲですナゲですか。うわ、予想を上回る何かが来ましたね。なんかマックだどうしたの、なんでマックくれたの。I wanted to go to my favorite restaurant, but、うん、they closed down already. もうないよ。うん、So I had to go somewhere to find something. これどうしよう。アップパイだ、やったー。アップパイ嬉しいんですけど。はい。これ。これはチョコです。なんで？ジャパンはリビングチョコがトラディションだから。今日？Since seventies。今日？今日だよ。今日って14。Girl gift guy？ そうだよ。Not guy gift girl？ No。なんで？ジャパンはそういうスタイル。で、White Day next month にガイがギブバックなの。That's the Japan tradition. はい、チョコで。オープニング。いいよ。なんだよこれ。うわあ、なにこれ、オーリオ。ちょっとギチギチに詰まってるんですよ。すごいね、ナゲットの隣に。うわー、素敵で。はい。スーパーナイスチョコブラウニー。はい、そうです。待って待って。何？ Let me look at my phone. Should I eat one? はい、どうぞ、私も。チューズ。うん。やっぱ美味しいよね。美味しい。美味しい。美味しい。Not so sweet. Not so what? Sweet. I didn't put sugar. Or maybe a bit. But you baked it? This one is the one of the popular recipe.From Twitter, Japanese. How do you bake this? Only use microwave. すごくない？超いいよね。すごいな。But people would love it, right? すごくない？フィルムしてる。携帯の動画綺麗だね、やっぱ。サムソンで。美味しそうじゃん。超美味しそう、めっちゃ美味しそう、美味しい、めっちゃ美味しそう、ありがとう、これ美味しいよ、ありがとう、これ美味しいよだいじっこ、これまだいっぱいあるんだ